先に公共交通機関を立てていきます。バスターミナル、バスターミナル、あ、車庫じゃなくてバスターミナルがいるのか。じゃあここ建てちゃおう。じゃあここいらんやんってなるな。あ、でもここでいいやろ。これで、学校に戻ってきの。この後すぐに行ける？あ、やっぱそうなるんや。で、ここで通過点を設定してあげるといい感じですね。はい。ぐるっと回るのは意味あんのかって言われそうだけど、なんか何かしら立ててお茶を濁そう。都市間バス、マーカーに向かう全タイルを所有する必要はありません。 OKOK。 ちょっとじゃあこの端っこのバス停からシンプルに外へ向かうバスとか作れんのかな。あ、あったあった。え、これでいいの。都市街への接続を選択して引っ張り、離して路線を通過。あ、いけそう。ボンカシティ。ボンカシティ。ボンカシティ。おーおーおお、いけるわ。あ、そういうことね。これでボンカシティと。長距離バスが。できます。これじゃあ1番かな。1番端があるから。ボンカシティ行きですね。え、来てる？あ、来てるな。よし。じゃあ、これでボンガシティへ。OK。で、これでどうでしょうかね。高さ0でしょ。うん。いけたはず。いけました。いや、ちょっとなんか、もやっともや像でございますね、これ。これかなりのもやもや感あるな。この角度のつけすぎが問題か。この枝ぶりが。またやってる、この人。まあ、こうしました。これで、一応、まあ、ちょっと、繋がってないところもございますが、繋げた方がいいのかな？わからん。まあ、いいでしょう。鉄道駅同士で、こう来て、出た。よかった。これが出ないとね、このラインが出ないと、ね、まるでダメ王が決定しまいますんで、こう来て、できれば、伏線の概念で帰っていって、あ、いけるね。通過地点選べた。えらい。自動でも出るかな、伏線。あ、でもこっちが折り返すからこうか。あ、ちゃんと、左側通行厳守で行ってくれますね。賢いな、こいつ。まるでダメ王は草でございます。ちゃんと、一番ホームに降りて、帰るときちゃんと左側通行、遵守してくれるわ。遵守。あ、いいですね。こんなに下手くそに作ったつもりでも、まともな鉄道が引けました。いいですね。貨物はなんか、日本の貨物にもテイストは似てるけど、まあ海外ですね。いや、よく見たら全然違う。どちらかというとアメリカ。音が渋い。いいっすね。やっぱ1スピードだと、私のグラボではこれが限界のようです。あ、でも、大丈夫か、これぐらいだったら。画質については満足はさすがにしませんよ。でもこれぐらい動いてくれたらいいかなって思います。
不安になってる方にね、ちょっとでも安心を届けられたらいいかなと思います。いや、これはちょっと満足できんわっていう人も当然この見た目で いらっしゃるかと思いますので、それも参考になれば幸いでございます。しっかりと終えることができそうですね。スタッフ型できました。